でヤフオクとの戦いに勝ったかっていうと、416億の売り上げに対して、おまかちゃん、えぐいっすね。株式会社マックスで一緒に働く仲間を募集しております。20代、30代で徹底的にキャリアアップしたい、独立してお金を稼ぎたい、そんな熱い方をお待ちしております。概要欄よりぜひともお申し込みください。いらっしゃいませ、ジケモンです。今回なんですけども、みんな大好き決算解説シリーズ、イエーイ。はい、ということで本日もやってまいりました。僕のね、決算解説シリーズ、結構ですね、皆さんから人気がありましてですね、わりかしこんなに面白く決算を解説できていないんじゃないかってね、とあるね、僕年商50億の大物社長にね、褒めていただいたりとかね、結構見ていただいてる方が多いので、今日もねやっていきたいかなと思います。今回なんですけども、メルカリが月決算出ましたので、まさにリユース業界でね、密接に関わるプラットフォームになるので、このですね、ちょっと決算解説っていうのをやっていけたらと思います。これまず目次になるんですけども、内容としては総括と中長期的方針と決算概要振り返り、あと事業方針 ESG アペンディックスらしいです。はい、ちょっとここら辺は何なのかよくわかんないので、はい、ちょっと進めながら見ていきたいと思います。まず総括ハイライトということなんですけども、まあ機種に定めた方針様に、筋肉質な事業基盤を構築し、成長と収益のバランスが取れる経営を行う、 C2C と B2C したらにマーケットプレスとフィンテックの連携強化により、シナジー創出によってさらなる成長促進ということで、まあマーケットプレスメルカリのことで、フィンテックってのは、メルペイとかっていうね、メルカリで売り買いでデポジットされたお金を決済系でどういうふうに使っていくかみたいな、決済領域と物の売買領域とっていうのを掛け合わせて成長を考えていくっていうような話が2つ目の話ですかね。で、3番が技術基盤の継続強化や ESG の強化推進によるグローバル基準の組織構築ということで、まず1つ目が成長と収益のバランスの取れた経営、積み上がる投資を優先した投資規律へのアップデート、連結売上高1720億円、すごいですね。連結営業利益が170億も出ております。はい、これ YOY っていうのは、昨年対比のことですね。イヤーオブイヤーみたいな感じだったのかな。営業利益がマイナス37億だったのかな。207億の改善ということで、170億が今期営業利益になりましたっていう感じです。で、国内の GMV っていうのは流通額の話ですね。はい。国内でのメルカリでの流通額っていうのが、まあ1兆円を規模になりましたっていうことですかね。突破とは書いてないので、1兆円近くっていう話だと思います。グループ間のシナジー創出ということで、GMV 成長や地域向上につながる新サービスのローンチ。メルカード。なんだこれ？謎ですね。メルカードやロイヤリティプログラム。あとビットコイン取引サービス。はぁ、あ。ビットコインの取引もできるんだな。あとメルカリ内部システムを一新し、技術基盤を強化、指名委員会などを設置会社へ、こう、ESG レーティング。はい。まあ謎です。はい。進めていきます。でまずは中長期の方針ということで、あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げるということ、はい、事業を通じて生まれたポジティブインパクト、温室効果ガスの削減、あ、これ SDGs 的な話ですかね。とりあえず環境に対してポジティブな影響をメルカリというのは及ぼしてますよっていう、環境っていう部分がすごくこのリース業界と密接に関わって着目されているので、まあ、こういうのを打ち出して社会性みたいなところを多分歌ってるんだと思います。はい、次、メルカリの成長の痕跡とさらなる飛躍ということで、マーケットプレイスに次ぐ収益の柱として、フィンテック、あとは US の収益力を中的に向上させ、グループ収益の基盤を強固にしていくということで、マーケットプレイスっていうのは、まあ、基本的にメルカリのジャパンですよね。これがガーッと伸びていってで、フィンテックってのはこのメルペイっていう話ですかね。メルペイっていうのをスタートさせて、まあ、あと US とか。とにかく、端的に言うと、メルペイとメルカリ US を伸ばしていって、会社全体の成長をさせていけますよっていうような話が記載されてる。メルカードはクレジットカードです。あ、そうなんですね。メルカ、あ、なるほどね。クレカを発行したんですね。メルカリに使い勝手がいいクレカって感じなんですかね。うん、メルカリユーザー向けの。うんうん、なるほど。メルペイとメルカードを合わせて、フィンテックっていう領域で多分勝負かけてるって感じだと思います。結局、結構は、まあ、あるあるなんですけど、楽天とかもそうで、基本的にこういうモノのマーケットプレイスって、決済がかなり関連する事業だったりするので、そこで集まった決済周りの、まあ、データとか、キャッシュっていうのをどううまく使っていくかみたいなので、楽天が楽天カードやったりとか、こういうのってマーケットプレイスの次の戦略として決済領域やるっていうのは、成功法の戦いというか、どこもやってたりするので、結局決済データとか流通金額が集まってるので、それをね、決済領域にシフトしていくっていうのは結構一般的なやり方なのかなと思います。
決算概況を振り返り、ここら辺からちょっとね、詳しく解説できるのかなと思います。とりあえず、過去最高の売上高と営業利益が達成しましたというふうに記載があります。順調に伸びてますよってことですかね。フィンテックにおける新サービスのローンチや、それに伴いロイヤリティプログラムなど、将来成長させるグループシナジーの創出に向けて好調な立ち上がりということで。はい、はい、はい。通期 GMV は 10% の成長となり1兆円規模に到達ということですね。通期 GMV が 10% 成長したって書いてあるんですけど、これ実はですね、リユースのマーケットって全体で言ったら 10% ちょい伸びてるんですね。リユースマーケット全体が。その中で、まあ、メルカリ自体が 10% で、ヤフオクはそんなに伸びてないはずなんですけど、今、リユースマーケットって3区分に分けて成長率を分析させたときに、まあ、3区分っていうのは B2C で行っている店舗型の事業者と、あとネット販売の中古の事業者と、あとは C2C っていうこの成長率比べたときに、実はですね、今 C2C が一番伸びてないんですよ。これ後でそこの記載されてる URL を概要欄に貼っときます。リサイクル通信が出してるデータなんですけど、なので 10% の成長っていいように思えるんですけど、リユースマーケットなんか別にそこまで伸びてるわけではないので、結構メルカリの頭打ち感みたいなものはあるんじゃないかなって個人的には思います。なので国内も頭打ちなので、フィンテック領域とかメルペイメルカードとか、あとはその US とか、そういったマーケットで伸ばしていかないと、なかなか国内だけでもメルカリのマーケットプレイスとしての成長っていうところは、徐々にはしていくかもしれないんですけども、結構限界あるよねっていうのが、今のメルカリの多分慎重じゃないかなって個人的には思います。当然その上で一番の収益事業っていうのはメルカリのマーケットプレイスなので、このアプリの内部を一新し、新機能の迅速追加や回収が可能になったりとか。ね、ここには記載されてないんですけど、メルカリっていうのは今まで完全 C2C で個人間しかダメですよってやってたのが、今メルカリショップスっていうような形で、僕らみたいな事業者も出品してくださいねっていうのは、そこにかなり力を入れてきてるっていうところがあるので、そこでまた一歩成長を目指してるのかなっていうのは個人的に感じます。多分 C2C ではもう結構限界を感じてると思います。ちょっとよくわかんないですけど、メルカリなんか高齢者向けに教室とかも結構やってたりとかしてるんですけど、多分そこまでそういう層はやっぱ取り切れてないんじゃないかなみたいな感じはします。で、フィンテックですね、メルカード発行枚数はローンチから7ヶ月強で125万枚とか、メルカードってどういうバリューがあるんですかね。楽天みたいな特典があるポイント化ですか、そういう感じですかね。多分そうですよね、うん、メルカリで売り買いしたらポイントがつきやすいですよみたいな感じだと思いますね、うん、まあ一般的だと思うんですけど、ビットコイン取引口座数ローンチから3ヶ月で53万口座、ビットコインとかもやりやめるんですね、全然知らなかった。US、インフレをはじめとする厳しい外部環境の影響で鈍化傾向が継続し、GMF 成長率は、おー、はい、おー、はい、マイナス 11% で着地したんだ。結構、しんどいっすね、US。筋肉質な経営に向けて、あらゆる費用の見直しを行った結果、調整後の営業損失は YOY で縮小。売上落ちた代わりに、その販管費それ以上に落としてるんで、営業損失自体は縮小してますよっていう話ですね。出品数は増加傾向にある購入者の減少幅に改善の兆しということ。続きサマリーで国内のマーケットプレイスとしては9846億ということで約1兆円ぐらい、はい、輸出額があるということですね。メルカリで買っている人が約9846億も買っているっていう形なので、今人口が多分1億2、3000だと思う。そう考えると1人7000円ぐらい、ただ赤ちゃんとかそこら辺の若い人とか抜いたら1人大体約1万円ぐらいはメルカリで年間取引してるんじゃないかっていう計算になりますね。調整後営業利益率 44% えぐいですねすごい、はい、このマーケットプレイス事業バカほど儲かってるっていうのがこの KPI サマリーですね。はい、でフィンテック利用者数1571万人、国民の約8分の1ぐらいですかねが利用してるって感じで、債券残高が1178億円、債券残高っていうのは多分預かり金みたいな感じかな。債券回収率 98.7%。 US のメルカリの流通額で言ったら10ドルということなので、日本に比べたら10分の1ぐらいの規模しか US はないっていう形ですね。で、確かアメリカの人口が約 3.3 億なので、日本の3倍ぐらい、本来であれば日本のメルカリ規模感ぐらいにするには250から300億ドルぐらいになってないと、今の日本のメルカリ規模にはなってないよねっていう感じなんですけど、10億ドルしかないってなると、僕はちょっとそのアメリカの状況ってのは分かってないですけど、多分国内のマーケットプレイスのランキングで言うとトップ10入ってるか入ってないぐらいの規模感だと思います。なんで多分国内のこういう C2C のマーケットプレイスでトップ10ぐらい入ってる会社ってご存知ですかっていう、多分皆さん知らないと思うんです。知ってるところで言うとメルカリ、ヤフオク、個人間でラクマとか、あとはジモティとか知ってるかな、わかんないですけど、3位ぐらいしか大体みんな知らないです、一般的には。なので多分アメリカの認知度相当低いんじゃないかなと思います。
ということで、まあ、通期のセグメント別売上高営業利益っていうのが出てきたので、こっちをね、詳しく解説していけたらと思うんですけども、売上高が1000、一応、そして営業利益が116億ですね、なったみたいです。で、それが前々期かな、もう決算終わってる。前期の決算が終わっての数字で言うと、1221億に対して344億ということで、売上高が、まあ、22%、営業利益が 100% 伸びたっていう感じ、約2倍になったという。今なお、とんでもなく成長している企業っていう感じがしますね。マーケットプレイスに関しては、857億が売上で、166億が営業利益だった。そこは前々期だったんですけど、前期に関しては、1017億の売上で339億なので、約売上が 19%、そして営業利益が 104% 伸びてる。いやー、すごいですね。ほんとめちゃくちゃ伸びてるな。で、フィンテックが142億の売上に対して、5000億の営業利益の赤字だったところが、312億の売上に対して5億の黒字になったという形で、売上高が 29% 伸びたっていう感じですかね。US 見ていきましょう。416億の売上に対して、121億赤字だった。えぐっえぐいっすね。さすがに赤字すぎやろ。国内の事業主義、ほぼ全部食い潰してますね。赤字はいいんだけどさ、伸び率の問題よね。120億赤字で、売上がさ、444っていうことだからさ、7% しか伸びてないよ。こんな赤字なのにこんだけしか伸びてないんだったら、多分伸びしろ薄いよねっていう。うん、なんか考え直さなくちゃいけないよねって感じですよね。アメリカの市場がちょっと今、また別のやつで見てみたら、14兆でした。フリマアプリ。フリマアプリの市場が。はい。やっぱり eBay っていうのが一番で、うん、でその次がクレイグリストっていうやつです、うん。これちょっと余談なんですけど、メルカリがなんでヤフオクとの戦いに勝ってたかっていうと、ニューデバイスとしてパソコンからスマホにシフトしていく中で、ヤフオクがダントツすぎて、世の中の変化にあぐらをかいて変化させなかったっていう。そこに対してメルカリがうまく切り込めたっていうところはめちゃくちゃあると思うんですよね。基本的にはヤフオク何やってんだって話なんですけど、あんだけのあれになってれば、そういう時に金も潤沢にある中でちゃんとあぐらをかいてないで先行投資かけてスマホっていうところに最適化したアプリケーションだったりとかシステムにしとけばまた変わったかもしれないですけど、オークションっていう性質自体がちょっと古くなったってのもあるかもしれないですね。そこをうまくメルカリは国内ではつけたっていう話だと思うんですけど、やっぱりアメリカはそうも言ってないらしいですね。 eBay の牙城を崩す会社っていうのは未だにないっていうこと。eBay に関してはもうかれこれ20年ぐらいずっともう帝王として君臨してるみたいな。なかなか牙城を崩す企業が出てくるのかって。また次なる変化の時しか多分可能性はないんじゃないかなと思います。スマホが、スマホじゃないまた別のものに変わるみたいな。うん。そういう世界観になった時にもしかしたらワンチャンあるかも。そんな感じですね。その他の連結の売上高に関しては最終的に1470億に対して37億の営業赤字だったところが1720億の売上に対して170億の黒字になったということで。メルカリ初黒字じゃないかな、多分。僕の握手限り初黒字だった。おめでとうございます。はい。何様だって感じでございます。はい。すごいっすよ、ほんと。これ1720億。リユース業界の事業者で言ったらゲオが今一番なんです。それから2000億とかなんですよ。リユース業のトップが。もうメルカリが、まあ、あっという間に多分、まあ、そこも抜くので、リユース業界だと、まあ、ゲオが一番です。セカストとか、はい、やってるんですけど、あそこは2000億。次がフックオフですかね。が約1000億ぐらいの売り上げなんですよ。なんでいかにね、メルカリがこの短期間でこんだけ伸ばして、あの会社ってもうね、20年、30年ちゃんと歴史がありますから。と比べていかに短期間でこんだけ伸ばしてね、170億の利益出してるところなんてないんで、はい。ちなみに最終黒字は2年ぶりって感じですか？あ、2年ぶりか。ギリじゃあ黒字出してるんですかね。確かに過去に1回ちょっとだけ出した気がします。毛が生えたような黒字を出した気がするんですよね。赤字赤字って言われてたから、うん、ちゃんと黒字出せるんだぜっていう証明をしただけな感じのイメージがあります。今回もでも広告費とか絞った方ですよ、うん、今回はちゃんといろいろ戦略を変えてきてるんじゃないかなって感じがするんで、確か昔ちょろっと出た時は見せかけだなって感じたんですけど、今回はガチでちゃんと利益を出してきてるんで、こっからちゃんと黒字で経営していくみたいな方針にシフトしてるのかなっていう気がします。あとは連結売上高の営業利益としてはこのような推移になっておりますっていう形で記載されております。これ四半期ですね。通期に関してはこんな感じです。170億では 17% 成長って感じですね。51億ですよ、営業利益結構出してる。だからまあ強引に出しに行ってたんじゃないかな。もしかしたらこの170をまた US にぶち込みますぜみたいなことをやるかもしれないですね。メルカリさんなんで。はい。US にぶち込むか、金融系ですよね。金融系はどうなんすかね。じゃあ突っ込んだからどうにかなるのかなっていう気もしますけどね。そこに対して広告費とかじゃないですか。金融系に関しては、その手前味噌までは PayPay との勝負があったと思うんですよ。
ただペイペイの勝負に負けたというか、圧倒的な差がついてしまったので、あれはもうしょうがなかったですね。ペイペイがあの当時に関しては、営業部店をめちゃくちゃ使って、足で稼いだんで、結局空中戦でも戦えて、地上戦でもってなると、やっぱメルカリ部が悪いですね。メルカリってのはやっぱりこう、空中戦がすごく得意な会社で、地上戦を持ってない会社だと思うんですよ。ペイペイとかソフトバンク系列なんで、地上戦でもゴリゴリやってきた会社なんで、空中戦、地上戦どっちも戦えて、金もぶん投げられたら、そりゃ、いくらね、テクノロジーが強い会社だよね。まあ、勝てないっすよね。っていうので、多分ここら辺は、ペイペイを勝負かけた結果の赤字だと思うんですよね。だから逆に、フィンテック領域でじゃあ投資しようと思っても、投資した分だけ伸びしろなくねみたいな気がしてます、僕は。やるとしたら、US またぶち込むかみたいな。ちょっとそんな風行きでもないのかなっていう。あのデータ見てもあんだけ赤字になってても伸びしろこうなんで、結局もうなんかリターン回収できないよねみたいな。よっぽど戦略変えればまた別かもしれないですけど、やっぱり初動どこまで掴み切るかってビジネスにおいて大事なので、やっぱそっから殴るってかなり高難易度なんですよね。取られたマーケットを取り返すみたいな。どっちかっていうと健全な経営モデルにシフトしていくみたいな気がしてますけど、わかんないです。はい。やっぱりメルカリの現れかな。メルカリの構成者は優秀な人材ということで、ここ見てほしいんですけど、どんどん従業員数が減ってってるんですよ。売上めっちゃ伸びてるのに減ってるんですね。ってことはやっぱり販売に絞ってきてんじゃないかなっていう気はしますね。売上も伸びてるの、もっと人材採用バンバンすりゃいいんですけど、してないっていうことは、それだけ逆に人材の必要性がなくなってたり、かける部分の投資の部分がなくなってきてるとか、そういったことなのかなと思うので、どうなんだろうな。ちょっとわかんないですけどね。はい。あと、振り返りということが書いてありますね。効果の積み上げる施策へと、ピッツァの投資が構想し、MAU。MAU ってのもね、これ皆さん多分分かりづらいかもしれないですけど、マンスリーアクティブユーザーの略なんで、月間の利用者数ですね。これが2200人を突破、月間の利用者数ですね。通期の流通額の成長がプラス 10%。調整後の営業利益が 40% ということで、着実な成長と高い収益性を実現と。もうまさにおっしゃる通りです。フィンテックとの連携によりグループシナジー最大化。プロダクトアップデートに注力するともにロイヤリティプログラムを開始。プロダクトしたメルカリアプリ内の内部のシステムを一新し、新機能の迅速な追加や回収が可能になったということで。メルカリのアプリ内部のシステムの一新したっていうところで言うと、メルカリのショップスっていうのは今までその検索のアルゴリズムが違ったらしくて、メルカリ内で検索しても、個人で売ってる人の商品が上に表示されて、メルカリショップスの商品とか上に表示されないみたいなアルゴリズムだったらしいんです。それも変わったらしくて、そうやってどんどんなんかこう変えてってるって話は聞きますね。リコメンデーション機能など、パーソナライゼーションの精度、向上に注力。これは要するにどういったことかっていうと、個人に合わせた商品群が、この人が欲しそうであろう商品群とかをちゃんと出すように、個人に対して適切な表示っていうのをさせるようにしましょうっていう仕組みをちゃんと組んでますよって話ですね。これはもう、例えばそのニュースアプリとか、YouTube とかもそうだと思うんですけど、人によって全然出てくるものが違うんですよ。その人の趣味思考に合わせてちゃんとパーソナライズして表示させましょうっていう話で、そういう機能を充実させてるっていう感じですかね。あと、マーケティング施策、招待をキャンペーンや新規ユーザー獲得後の出品促進など注力ということですね。オンライン施策、こちらメルカリ教室などオフラインの施策を推進。メルカリ教室やってるみたいですけどね。なんかあんまり話聞かないんで、うまくはいってない気がします。でメルカリ教室に関しては、高齢者とかそういうのを取っていくような狙いが多分あるんだと思います。マーケットプレイス GMV、MAU、売上高、調整後、営業利益通期という。で、これは、こういう風に推移してますよっていう感じのデータですかね。人も着実にちゃんと増えていってますよっていう感じで、売上高もちゃんとこんな感じ伸びてます。これちょっと面白いのが、流通客や利用ユーザーっていうのは、同じような推移で伸びてるんですけど、売上高が 11%、10% に対して売上高の方が伸びてるんで、これは要するに、一人当たりから取れる収益っていうのが内部の施策によって改善してるっていうことなので、やっぱ商品開発が進んで、一人当たりの買う金額とか増えていくみたいな感じですかね。営業利益としては結局大幅に改善しました。これもちょっと面白いかもしれないですね。コスト構成ということで、四半期ごとの構成が出ております。フィンテックとの共同キャンペーンなどへの投資が増加した結果、国庫宣伝費率は QOQ でも微増、引き続き高い調整後営業利益率を達成ということで、広告宣伝が結構落ちてますね。はい。去年に比べて、販管費の中での内訳がだいぶ落ちてきてます。はい。これ、鳴らすと、前期は、広告費がざく 25% ぐらいになってるんですけど、今期で言ったら、このパッドの計算で言っても、17% ぐらいだと思います。なんで、8% ぐらい落ちてるって感じですね。だいぶ広告費は改善してるっていう感じじゃないかな。あんまり広告かけても意味ないんじゃないかな、みたいなのは若干感じますね。
この規模になると、なんか広告の意味みたいなところちょっと変わってきて、知ってもらう広告じゃないですね。どっちかっていうと多分思い出してもらう広告っていう意味合いに変わってきてるフェーズじゃないかなと思います。メルカリって多分知らない人多分世の中にほぼいないと思うんですよ、日本に関して。なんで、知ってもらうっていうことじゃなくて、定期的に例えば CM とかやって、思い出してもらうぐらい感じで広告をやってるんで当然下がってくる。ですね。事業を始めた当初知ってもらわなくちゃいけないから、広告費ってふんだんかかるんですけど、あれで知ってもらったら、そこまで広告費っていらないので、そこでポイントが落ちてきてるのかなっていう気がします。あとは人件費率は、そこまで変わってないのかな。あとは、こうちょっと落ちてきてるか、支払い手数料。これ何なんだろう、まあ、ちょっと謎です。主にやっぱり一番インパクトだったら圧倒的に広告宣伝ですね。はい。そんなもんね、広告費かけても伸びないでしょ。だったら多分今いるユーザーの中でサービスを良くしてより使ってもらう頻度とかを増やすとかそういう方が多分プラスになると思うんで、はい、もう広告に予算をかけるっていうのはどっちかっていうと多分システム内部の使い勝手とかそういうのに多分注力していくと思います。って形で数字の方を話していったんですけど、あと事業方針の方だけちょっと軽く見ていきたらと思います。今後の作戦っていう感じですかね。連結としては、成長と収益のバランスを意識した経営を継続するが、次の10年を見据え、改めて既存事業の成長を加速させるとともに、新規事業創出にも取り組む。多様な人材が活躍するグローバルな組織基盤の構築を進めるとともに、さらなるガバナンス強化を推進という。マーケットプレイス、トップラインの成長にフォーカスし、プロダクトの進化を加速させるとともに、効果的なマーケティング投資を実施することで GMS10% 以上の成長を目指していく。なので、マーケットプレイスに関しては 10% の成長を目指すらしいです。比率は投資の継続によって調整後営業利益を 3-40% を進めている。近年からメルカードの会員増を通じ、さらなるグループシナジー措置と推進。既存クレジットサービスの強化に伴う収益基盤のさらなる強化。引き続き長期的な資金調達の安定化に向けた取り組みを推進。US、既存ユーザーの活性化に向けたプロダクトの磨き込みに注力し、成長軌道への復帰を目指す。もう一回成長軌道を目指すんだけど、まずは既存ユーザーを活性化して、知ってもらうとかそういうのじゃなくて、まずはプロダクト良くしよう。サービスを良くしようっていう話が、ここに記載されてます。なので一旦ちょっとゴリゴリめちゃくちゃ通していくみたいな感じではなく、ちゃんと開発の方をしていくっていう、サービスを良くしていくってことに注力するんじゃないか。将来成長に向けた Z 世代の巻き込みにも注力。基本的にはこういうサービスって若いユーザーから使ってもらってどんどん年齢層上げていく。これ何でもそうですね。TikTok とか YouTube とか。基本若い世代の方が新しいものに対しての受け入れ体制ってのは強いので、そこから知ってもらって、そこからどんどん年齢層を上げていってマネタイズしていくっていうのがこういうマーケットプレイスとかまあそういうプラットフォームサービスの特徴になるので、そういったところでまずは若い層をちょっと取っていってみたいな。でそれからどんどん年齢層を上げていって、たくさんが相対的になるみたいな戦略を考えるかなと。あとはこれは当たり前ですけど、マーケットプレイスとフィンテック決済領域が一体になることによって、顧客体験を向上したり、横断的なマーケティングの実施によりシナジーを創出、向上効果を創出するというふうな感じですね。であと、強化領域っていうのはこれちょっと見ていきます。継続的なプロダクトの進化及び効果的なマーケティング投資に加え、越境取引カテゴリー強化 B2C を強化。越境取引もなんか狙っていくらしいです。越境っていうのは要するにメルカリから海外に出品できるような仕組みですね。これをやっていくらしいので、注力地域の選定と購入代行業者となるパートナーの拡大ということ。まあ、買ってくれる人のパートナーを海外各地に連携していくみたいな話と、あとはメルカリショップスへの越境販売をできるようにするっていう話です。カテゴリー強化として注力カテゴリーの選定と UX の改善ということです。可季節性による特定カテゴリーの需要拡大に連動したマーケティング施策の実施。あと B2C、リユースアウトレット法人加盟店の獲得。まあ、これメーカーショップスとかですね、の会員数増加って話だと。あと API 連携などの機能の強化をやっていくっていう。で結構ここに記載されている通り、メルカリ内の法人っていうところに対しての注力してきますよって話だと思うので、僕ら受業者にとってはいい話かなと思います。次の時代を担う僕たちが新しい時代にするって感じじゃない？乾杯！